県内では今日新たに23人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されました。新たに感染が確認されたのは、仙台市で15人、東松島市で3人、塩釜市で2人、石巻市、栗原市、柴田町でそれぞれ1人の合わせて23人です。また、県は感染者3人が、 東松島市のスナック・ラベンダーに滞在していたことがわかり、接触した可能性がある一部の人を特定できないとして店名を公表しました。先月25日の午後8時から29日の午前0時までに滞在した人は、コールセンターに連絡するよう呼びかけています。